こんばんはスーパー入り牛のあまついちゃですはいこのチャンネルでは私の好きなものを食べながら私のもの好きなもののお話をするというだけのチャンネルですエビデンスはありません、えー、働きたくありませんこんなダメな大人を見ながらキャンメン教師としてぜひ使ってくださいまあ、ただねおすすめの作品は本当におすすめなので、えー、私の話はこいつはダメだなって思いながら作品は面白いのでぜひ見てほしいなっていう チャンネルですすよろししくお願いしますではね、えー、今日のチョコレートはリンツリンツのやっぱなんかフルーツフレーバーって美味しいですよねフルーツフレーバーのリンツってめちゃくちゃ美味しいなって思ってて今日はオレンジですオレンジペルーのチョコレートは結構あるけどやっぱちょっとリンツすごい好きで <laughs> リンツウィーキーとかもんこんな感じあちょっとちょっと食はしたんだちょっと <laughs> ちょっとこんな感じでこんな感じで中にオレンジのなんていうんだうんでもなんかフレーズドライでもないけど何て言うん,うんオレンジの皮みたいのが中に入ってます。 砂糖、主成分砂糖です <laughs>。うん。うん。オレンジビールチョコレートって美味しいですよね <laughs>。うん。美味しい。おすすめです。 リンツのショップでも買えるし、まあ、私はちょっとお金がないんでじゃヨーロッパで買ってきたら2ユーロぐらいなんで200円ぐらいです美味しいです、うん、はいということで今日おすすめする作品は私的にはこれかな 100枚のファンファレという本をお勧めします。えー、えっとね。あてか、私まずキングコングさんがめちゃくちゃ好きなんですよ。めちゃくちゃ好きでキングコングさんは多分15年ぐらいハ、ね、ネルの扉でやっぱり知ってたんですけど、ハネルの扉で知ってからかれこれ何年も。 一応ファ,フ,ァンファンかなファ,フ,ァンファンって言ってるのか分かんないけどファンですえ、まあ、なんでかっていうとキングコンブさんの漫才がまずすごく好きでキングコンブさんの漫才ってめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。なんかあテンポがいいからなんか面白いのか面白くないのか分かんないけど笑わせてくれるみたいな感じの漫才失礼だななんかあんまりいい言い方が言えないんだけどテンポよく面白い何て言うんだろう今の漫才師さんとかってバナナマンさんとかってさ何だろうなんか考えてえこれどういうことって思って で,でもなんか考えて「えどうしようもないことじゃん」って言って笑うみたいな考えて笑わせてくれる漫才もあるけど。 私バカだから「それがどうして面白いのかんですよ。ええこれどういうこと?」みたいな。でそれをなんか親とかに聞いて「いやいやいやこういうことでしょだから笑ってんだよ」って言われたら「ああそれが面白いんか」っていうことが結構多いんだけどほんとバカだから漫才見てても理解できないことが多くってでそれに比べたらそれに比べたらっていうかなんかそれが好きな人もめちゃくちゃ多いと思うしそれも面白いって思うんだけどなんだろう子供でも爆笑できる漫才をしてくれるから。 キングスコングさんの漫才が結構好きかなって私は思っていてえ梶原さんカジサックさんもめちゃくちゃ面白いじゃないですかカジサックチャンネルもめちゃくちゃ私 YouTube の中ですごく好きなチャンネルでめちゃくちゃ好きです。っっていうのはさやっぱ プライベート切り売り売してますっていうのが大体のユーチューバーだと思うんだけどその YouTube の中でもやっぱりプライベート切り売りしてるなっていう感じだしその微笑ましいご家族を見るのがやっぱみんな楽しいじゃないですか。あと嫁サックがめっちゃくちゃ美人すぎて嫁サックの美容講座とかめっちゃ見ちゃう私 <laughs>。っていうぐらいすごい YouTuber として本当にすごいなって思って毎回面白いなって思って見させてもらっています。うんで うん、そうですねあとねやっぱ私も私も私 YouTube する時に本当は一番何がしたいかっていうと私将来の夢は岩井志麻子さんかあの黒柳徹子さんって言っていまして <laughs> 言っていた時期があって <laughs> 今も思ってる今も思っています <laughs> どうせ年をねお召しになるっていうか。<laughs> <laughs> ま,あでもまあはっきり言うとどうせおおばばちちゃゃにになるななるら面白いいいりたいよねって思ってて思ますでだからそう思った時にやっぱ「えっ『徹子の部屋』みたいなことやりたいです」って最初思ったんだけどやろうと思ったら友達いなかったっていう <laughs>、ね、オチでできなかったんですけど「<laughs> かじさっくの部屋」もめちゃくちゃゲストさんが面白くてそのねう司会も上手くてめちゃくちゃ面白いなって思ってああさすがだなって思って毎回見させていただいています。そしてね 西野さんもめちゃくちゃゃくすすごい人ですね革命のファンファーレっていうのは本当に「現代のお金と広告」って書いてある通り、もりその通りなんですけども現代のお金について書いてあります。今の時代ねお金っていうのはお金じゃなくて信用なんじゃないかっていう内容かな、まあ、簡単に説明すると。でまあそれをすごいもう,もうやっぱさ書いてるだけじゃさ書いてるだけじゃんって思うけどうんこの人はやっぱりこの方はだなこの方はあの自分ですごいそれを ややってきていてやってきてててててききいい実践していることを自分の経験をもとにそれを書いているからすごく納得できる一冊であ,ーあのー、なんかねうちょっとねあのすごい失礼なこと言うけどやっぱり好きな人って好きだから好きだからこそなんだけど好きだからこそここはすごい参考になるなっていうところあるし、えー、ここはうーんって思う時もある。 わけですねだからこれは本当にえっ、ー、とねこの人はエンターテイナーですエンターーテイナーとしてエンターテイメントとして見るこのうん現代のお金と広告っていうものに対しては本当に分かりやすいしうんやっぱ日本一のエンターテイナーじゃないなんじゃないですかやっぱりエンターテイナーなんじゃないですかとていうか、ね、やっぱり私もあの西野さんのえ何、ー、だっけ オンラインサロンに入っているんですけれどもすごく勉強になることが多いしうんやっぱエンターーテイナーだなってて思わせてくくだださることがめちゃくちゃゃ多いですだからこそなんかなんだろうなちょっとうんうんってなんかエンターテインメント以外のところについてはうんうんって思うこともあるけど、まあ、エンターテイナーとしてすごいいい本すごい分かりやすい現代のお金ん分かりやすいで だけどこれだけ読むとうーんって思う人多分めちゃくちゃいっぱいいると思う私もちょっと思ったことがあるだからこそこれを書いているのはキングコングの西野さんだっていうことを絶対条件として読まないと意味がわからないと思うからこの本を結構おすすめするかな、えー、これなんか「嫌われ西西野ニューヨーヨクへ行くってていいうう本なんんですけど西野さんっていうかまあキングコングさんまあ西野さんのことかなキングコングさんのことも書いてあるし西野さんのこともすごく書いてあってこの これを書いている人はこういう人なんだよっていうことを理解しないと多分この本はあんまり面白くないっていうか理解ができないことが多いからこの本を私ねこの本がめっちゃ売れてるからこそこの本をおすすめしますそうするとまあなんとなく理解ができてあのこの本の面白さがすごくわかるんじゃないかなって思いましたどんな人が書いているかっていうのをねすごいわからなければ全然理解は あ <laughs> 私が理解バカだからっていうのもあるけどうんあの頭良ければこれだけでも理解できるのかなはいっていう感じの本でしたね以上ですなのでおすすめですまああのあとねえのすごい松西野さんのファンで。 って言っても、まあ、私がいきなりファンになったわけではなく、まあ、私あんまりね三次元のイケメンっていうの実在するかもしれないエンターテイナーってさ本当に実在するのって思わないなんかテレビの中で動いてる人って本物見ないとあんまり本物って感じがしないじゃないですかでだからなんか三次元って言われている人間ん なんかテレビに出ているタレントさんとか芸人さんとかってあんまり現実味のない三次元だよねでも三次元って言われてるもののイケメンって私あんまりね今まで全然今までっていうか、まあ、この人生の中であんまり自分から好きになったことがないんですけど、まあ、イケメンは大好きですで,で,でうちのお母さんがめっちゃイケメン好きなんですよで私もイケメン好きなんだけどもう,うちのお母さんはなんかテレビとかのタレントさんのイケメンがめちゃくちゃ好きでででなんか 「ある時『ハネルの扉』っていう番組のイケメンがいるよ」って言ってなんか西野さんをめちゃくちゃファンなんですけどうちのお母さんがでそれで私も「ああイケメンだね」っていうことでもうめちゃくちゃあのイケメン大好きなんでね、はい、好きになりましたで、ね、んかだからめっちゃ本あんの <laughs> でお母さんの部屋からめっちゃ撮ってきた <laughs> でまあこれも面白いっていうか、まあ、人間は絶対嘘をつくものだよっていうものが。 改めてね私は結構宗教にはまりやすいタイプの人間だと思うのでそういうのが改めて分かった本だったし「うーんこれ魔法のコンパス」も面白いけど「魔法のコンパス」は面白いけど革命のファンファーレ読めばいいんじゃないって思うことが多かったかな。で新世界も面白い かったけど、ああ、まあ、なんか女と男の違いとか,もな,んかとなんか、うん、やっぱり革命の本丸が一番面白かったかな <laughs>。失礼、失礼だな <laughs>。違うの、違うの。こっからなんですよ。こっからなんですよ。なんか絵本をいっぱい出されていて、えー、絵本をいっぱい出されていて、でこの絵本どれがなんだったかあんま覚えてないけど、めっちゃ面白いです。あのー。 めっちゃ面白いっていうかすごい夢を作るのがんやっぱエンターテイナーだなって思いました本当に改めてエンターテイナーだと思って、えー、タワーの作り方とかあ私は夢をあんまり爆睡しすぎて全然夢見ないんですよなんか <laughs> 夢見るって言ってる子を聞くとえそれ睡眠障害じゃないじゃ大丈夫ちゃんと寝れてるとか言っちゃうタイプなんで何とは言えないんですけど夢を見る人って結構いるじゃないですか夢 で本当はこんどんな原理かちょっとあんまわかんないし私は見ないからより切り分かんないんだけど「夢ってこんな原理だったら嬉しいよね」とか「タワーの立ち方ってねっさ何だろう まあ、土木的に説明しちゃってもいいんだけどこんなタワーの立ち方だったら面白いよねとかインターネットの作り方も本当は作り方があるけどもインターネットの作り方ってこんなんだったら面白いよねっていう夢を語ってくれる夢を見せてくれる絵本がめちゃくちゃ多いんですよな,なんかそんな考え方みんなしないじゃないですかみんなじゃあこれどうやってできたんだろうって言ったら今調べたらさそんな作り方なんてすぐ出てくるしそうの方がまあ納得できるっていうかもうそれ うん納得できるんだよでもそれが面白いかって言われたら別に面白くはないしふーんってしか思わないんだけどこうだったら面白いんじゃないか夢があるんじゃないかっていう夢を見せてくれる絵本が多くてあーあーすごいなって嘘なんだよ嘘なんだけどエンターテインメントっていうのは大体い嘘じゃん嘘なんだけど嘘がどんだけこうだったらいいなって思う嘘をいっぱい書いてくれてる絵本だと私は思うので。 あの、絵本結構おすすめですね。面白いなって思いました。あ,あとね、ちょっと自慢していいっすか自慢していいっすか <laughs> あの、自慢していいあの、この間さ、私パリ行ってきたんですよ。で、この人のね、すごいところはね、すごい好きです。西田さんめっちゃ大好きなんですけど、大好き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 ,大好きで、もう大好きなんですけど、<laughs> 何 <laughs> あの大好きで、もう何でかっていうと、なんかね、まあ、サインもらってに行ったこれ、あの、 これお母さんに言ったら「これ家になかった」って言われたんですけどまあ多分家にもあるんだけどフランス語なんですねこれフランス語で私この間フランス行ってきて行ってきましてまあなんか何の目標もなくフランスに行くのもなって思ってエッフェル塔の,あの展覧会を見に行ってきたんですねでそしたらさ私本物見れると思わなくて私芸能人ってほとんど本物見たことなくてほんと 1>, 1回ぐらい1回ぐらいだけ「えー、あはちみつ二郎と一緒にお風呂入ったことあるんですけどこれちょっと勘違いされそうだったから今度聞きたい人は今度解説しますね」ぐらいしか芸能人って見たことなくてテレビで見たことある人初めて本物見て「本物 私なんか若干さなんか初音ミクとかも,もうライブする時代じゃないですかだからもうシルキュートゥンドゥンみたいな感じでもう,もうどっかから光でこうなんかね作られてるんじゃないかと思ったら握手してくれて肉感があってうわあ本物の実在したんだ人間だったんだって思ったのがあ人間人間じゃんって思って <laughs> いや今味わかるかな,なんか私ぐらいの、ま、なんかすぐ会えるような人だとあ人間だなって思うんだけどそうじゃない。 いいじゃんテレビでしか見たことない人がさ実在して肉感が肉まあ握手も肉じゃん肉じゃん、ね、だからなんかそれに本当にびっくりしてあこれあすごいだって語彙 <laughs> 力なんですけどめっちゃ嬉しかったです握手してもらえてもうなんかいや個人的な感想なんですけどもああ実在する だって思って肉感あるんだってことに一番びっくりした最近一番人間であることびっくり <laughs> 人間であることにびっくりしたって意味わかんないけどまあ結構まあね自分もこういうタレント業させてもらジドリさんとかもあほんまだないるんやみたいなのになったけどやっぱり15年ぐらい憧れで好きで好きでうんファンで いろんな,なんか展示とか富山でもあの展示会みたいなのとかしてくれてたんでそれも行ったことあるんですけどなんかそういうのとかでも会えないじゃん,なんかあこの人はこういうの作ってるとふんってなるしあすごいなーってー面白いなーってこういう風に作ってんだなーとか思うけどやっぱなんかなんだろうなステージとかでそういうのでステージとか映像で見るんじゃなくて本物に会うってやっぱすごいよって本物に会うと感動しちゃう私は。 私が個人的に感動しただけかもしれないけど、やっぱ映像で見たえたもの、なんかエンターテインメントが本当に実在する人間が作ってるんだって改めて思わせてもらえる感動だったので、本当にすごかったですね。めちゃくちゃもう感動しすぎて、もう何喋ってたかあんま覚えてない。もう興奮しすぎて <laughs>、みたいになって <laughs>。 なかったんだけどあ,のあとめちゃくちゃ嬉しいことで本当にファンを大事にされてるなっていうのがもう改めて思ったのがあの私めちゃくちゃ「何じゃ?」とかも覚えてないやったんですけど <laughs> <laughs> あのオンラインサロンで出会ったあのパリの方にも会いに行こうって思って会いに行ったんですね。でその方もがスタッフもされていてでその方が聞こう。あねあじゅ今 喋に行って写真撮れんじゃないみたいな。で写真撮ってもらったりしたんですけどあ写真自慢しようかなあとで編集できたらあしないかも編集編集しないチャンネルだからなまあいいや <laughs> でうんいつか自慢しますねであのー、撮る写真を撮っていただいたんですけどえー、あれ何の話してたっけあそう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 でそうで喋ったんですよで喋ったらあんま覚えてない興奮しすぎて覚えてないんですけどあのそれをなんかボーイースみたいなあのー 西野さんが毎朝ラジオをされているんですけどもその中で富山から来た人がいたって言ってくれたんですよええー、<laughs> と思ってええー、すごーい <laughs> って思ってだからもうなん,かなんかこんな印象に残んないじゃないですかなんか富山からフランス来ましたみたいななん,かなんかとりあえず一人旅がしたかったっていうのが一番の今回のフランス旅行の目的だったんで,う,ーんでうんそうでもうん でも何か目的がないともしくないからやっぱりエフェルトの展示やってるし行こうみたいな感じで行ったんだけどいやでもやっぱじゃあそしたら旅の目的っていうのはエフェルトの展示に行くことだよねって思って「あのこのために来ました」っていうのは多分言ったと思うのあ,あんま記憶にないもう,もう興奮しすぎてて記憶にないんですけどこの興奮をみんなに言いたかったですあの実在そのエンターテインメントが実在していると感動するっていう話ですねこれは <laughs>。 はいあとすごいそれを覚えてくださるとやっぱり嬉しいなっていうことだねだから私結構あの私だってほんとすぐ会えるからな何にも面白くないんだけどうんほんとだからこそのやっぱりエンターテインメントとしての,あのこの本が一番面白いかなって私は思うので是非読んでみてくださいはいこの動画最後まで見てくださってありがとうございましたそれではまた明日